はい、おはようございます。部屋はこんな感じだったんですけど、昨日あんだけちょっと夜の動画見たら分かるんですけど、ディスって起きながら朝起きたら海で真っ暗だったんですね。見えなかったんですけど、やばいです。めちゃめちゃいい。これで9万高いっすよねみたいなこと言ってましたけど、まあ、そらしますよねって感じですね。はい、最近開発が進んでて、トルコでもこの辺はもう高級ホテルがもう作られまくってるらしくて、でケンピンスキーって世界的にあるんですけど、5スターホテルで、まあ、そらしますよねっていうのが朝分かりました。めちゃめちゃいいホテルでした。すいませんでした、ケンピンスキーさん。ということで、まず、プールに行きます。昼からね、もうちょっと会議があるんで、もうちょっと海の方まで行くと僕も時間読めないんで、まずもう明らかに目の前に見えてるプール散策して、まあ、どんな感じか見たいなと思います。では行ってきます。ちょっとお腹すきすぎて先にランチをすることにしました。誰もいない。誰もいない。貸し切りです。1時ですよ。1時ですけど誰もいませんで、ちょっと外見ますか。すごいですよ。見ますか。外で食べてもいいんですけど無理ですね。いいですね。いただきます。ちょっと待って、めちゃめちゃおしゃれじゃないこれ。めちゃめちゃおしゃれ。ジムがあるのも確認したんで後で行こう。急遽ちょっと海に行ってみることにします。時間もちょっとだけあるんで、でバギーに乗せてくれるみたいです。2分着きました。あれちょっとでも多分よくあるんですけど、旅あるあるなんですけど、昨日ホテルの人が言ってたのは3つビーチがあると。で1つがもう本当に僕みたいな1人の、まあ、寂しい人がプライベートで行くようなプライベートビーチと、2つ目がファミリー、もうカップルがまあちょっとイチャイチャするような、まあ、ビーチと、3つ目がペットと一緒に行けると。ワンちゃんとかね。すげえな、それすげえなと思ったんですけど、で僕じゃあ1つ目がいいですって昨日夜話してたんですけど、今のあの方の話だと全部一緒だと。1つのビーチしかないから1つ選べと、好きな場所っていう感じだったんで、これ多分あるあるなんですよね。多分本当は3つエリアがあって、ちゃんと選んでいくべきだったと思うんですけど、おそらく、はい、1つにされましたね。多分これ完全ファミリーいるんで、ファミリーの方のビーチに、はい、置いてきぼりにされました。めちゃめちゃ綺麗。水質は過去一かもしれん。ちょっと見てください。あそこですね、あの一帯。もう2分でカートで来れました。なのでそうですね、本当に携帯とかパソコンとか置いてもう何も考えないつもりでここに来て、で結局すごい大事なことというか、なんか人生の本質みたいな、自分のやりたいこととか好きなこととか、逆にやめ
たいこととか、そういうのを考えるにはすごいいい環境な気がします。正確に言うと抜けてきたんですけど、はい、皆さんは、ね、飲む人もいるから遅くまでやってますけど、ね、僕は帰ってきて、はい、神タイムですね。え、何これ、ちょっと待って、溢れてるよ、待って待って待って、ちょっと待って、嘘やん。いや、え、違う、嘘やん、置かれてたコップ使ったのに溢れてたから。昨日食べ損ねた朝食いきます。はい、次はハーバーに来てみました。ちょっと空き時間にボートに乗ることにしまして、はい、一緒に来ているメンバー3人と、はい、今から乗ります。完全観光客用ですね。すごい、こういうもう観光用ですね。いける、冷たい、うわ、めっちゃ気持ちいい。サングラス忘れた、こりゃいいわ。帰ってきました。帰ってちょっと用意してご飯行ってきます。おはようございます。ボドルム3日目、7時です、朝の。なんか特殊すぎるやろ。まあいい部屋にはしたからな。おじさん一切無視、うん、まあまあまあというところですね。お風呂見ましょう。
ああ、もう大体これだよね。まあ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 、これでも1泊2万5000円ぐらいしますからね。2万5000円ぐらい、うん、違う、もっとか、2万8000円ぐらいか。はい、この感じでモルドバ価格2万8000円。とりあえず2泊取ったんで6万ぐらいか、6万弱払いました。ちょっとそんな感じで準備して夜会食があるんで、また取りに行きます。では、なんか本当変わってるんですよ。あ、でもまあまあまあ、本当にこじんまりしてと言ったら失礼ですけど、可愛い感じですね。なんか映画に出てきそうな景色はいいよ。ここでちょっと後でまったりしよう。確かここら辺に止まってましたね。ちょっとせっかくなんでジム見に行こう。ジャグジーもある、謎の。おー、シャワールームか。はい、ボドルムのマリーナに来ました。夜ご飯ね、ここら辺で食べますので、こんな感じ。街並みは綺麗です。うわ、いいとこだ、いいとこだよ。今日はですね、本当はボートだったんですけど、もう昨日乗りましたんで、仕事今1件終わらしたんで、1件じゃないか、2、3件やったのかな、終わらしたんで、今からちょっと休憩がてら散策行きます。はい、2、3時間ですね、ちょっと周遊して、周遊とか1人で歩いて、そっから、まあ、帰ってきて、また多分夜会食入ると思うんですけど、会食っていうかのメンバーでね、軽くご飯食べると思うんですけど、まあ、それまで、ね、はい、自由なんでちょっと行ってきます。はい、ちょっと今からバザール行って、ちょっとお城行っていろいろ案内してもらいます。これがバザールのやつですね。バザール感ゼロですけど、なんかおもちゃと違うけど、まあ、とりあえず行ってみます。現地らしいものがあんまりないんですね。なんか偽物の服とか多いです。トルコ感出てる？大丈夫？あんまりトルコ感出てない気がするな。なんか皆さんこんな暑いのにカフェしてますね、そこで。まず来ました。暑い、もう暑すぎる、やばいよもう。けど熱いもん食べます。いただきます。
ちょうど体重減っちゃってたんで、ちょっと肉をね、多めに食べていきます。たまたま適当にバザール歩いてたら、キャッスリーから、キャッスリー行こうね。ないですね。すごいすごい。来ました。もうこれは大体分かった。ピザも来ました。めっちゃ頑張ったよ。めっちゃ多いから、魚。熱い、もう食べ熱いわ。食べ熱い。ちょっと魚もね、ここまで行きましたんで。多い多い、マジで。サラダって言ったんですよ。サラダって言ったんですけど、スモールフィッシュ、スモールフィッシュ、スモールフィッシュサラダってずっと言われて、まああるあるなんですけど、英語ね、そこまで上手くないから、オッケーオッケー言ったら、はい、こうなりました。うん、おいしい。マッシュルームとビーフ。はい、一旦、ホテルに帰ります。今6時前ぐらいですかね。はい、ピザも食べ終わったんで帰ります。ちょっと爪切りとか買って帰ります。さすがにちょっと3週間あるのに持ってきてないんで、はい、こんな感じで海沿いを走って帰ります。でちょっと PCR 受けに行ってきます。ではでは行ってきます。ちょっと明日朝からトレーニングしてプール入って朝食食べて、はい、移動します。ではボドルム第2の都市トルコ編でした。次はですね、モルドバ共和国、はい、かなりニッチな国だと思うんですけど、ではでは、おやすみなさい。画質悪いな、これちょっと無理かな。まあいいや、ではでは。